お、来たか。俺はウルトラマンゼロ。でも知ってるか。一応自己紹介しとくと、ウルティメイトフォースゼロの一員で結構の数の宇宙を救ってきたんだぜ。あと一応セブンの息子でレオの弟子だ。しかし最近こんな俺にしつこくつきまとってくるやつがいてな。いや何、弟子入りを志願してくる新人で、いや名前は、あ、なんだっけ、あ、ウルトラマン Z って言うんだが、ま、とにかくこれを見てくれ。また半人前扱いして、俺も宇宙警備隊ですよ師匠。お前を弟子に取った覚えはねえ。それに俺からしたらお前なんか3分の1人前だ。3分の1、ウルトラショック。こいつ小惑星を飲み込んでやがる。この手は来るか！って、ブルトン？マジかよ！あーくっ！師匠！しゃあねえ！ゼット！これを持っていけ！これは…奴が飲み込んだメダルはお前が取り返せ！頼んだぞ！師匠！凶暴宇宙ザメゲネガークを追うウルトラマン Z、 そして夏川春樹、セブンが起動、対怪獣ロボット部隊ストレイジに所属する熱血艦、ご注意ください。同じ場所にもう一つ高熱源体が接近中。今日は賑やかだな、おい。あ、なになになに？巨人？残り2分。どう見てもこっちが敵だよな。行動時間、やばい、残り30秒、バッテリーが切れる。え？あんたも？怪獣の体温が急上昇してる、注意して。なんかやばい。逃げて！早く逃げてください！逃げて！
起きなさい地球人。ここは本当は私はウルトラマン Z。 申し訳ないがお前は死んだ。死んだ？嘘だろ。ついでにどうやら私もウルトラヤバいみたい。あんたもどうすんだよ。このままじゃ避難所が。一つだけ手がある。私とお前が一つになればもう一度戦える。手を組まないか。私もお前の力が必要なのでございます。言葉通じてる？あ、いや通じてんだけど言葉遣いがちょっと変っていうか。え、マジ？参りましたな。地球の言葉はウルトラ難しいぜ。まあまあいいや。とにかくあんたと手を組めばあいつを倒してみんなを守れるんだな。ああ、守れる。ならやる。命を落としたハルキに Z が融合しお互いを救う。さあそのウルトラ Z ライザーのトリガーを押します。その中に入れ。何これ？そのウルトラアクセスカードを Z ライザーにセットだ。押す。ハルキアクセスグランティッド。なんだこれ。メダル？ゼロ師匠、セブン師匠、レオ師匠のウルトラメダルだ。スリットにセットしちゃいなさい。師匠たちの力が使えるはずだ。師匠いっぱいいるな。おお、ウルトラ感がいいな。じゃあ次はメダルをスキャンだ。あのさ、急いでんだけど。安心しろ、ここの空間は時空が歪んでるから。ここでの1分は外での1秒だ。そうなの？こうすりゃいいんだな。ゼロ、セブン、レオ。よし、そして俺の名前を呼べ。名前なんだっけ？ウルトラマン Z。ウルトラマン Z。 いえ、もっと気合い入れて言うんだよ。気合い？そう、いいか、ウルトラ気合い入れていくぞ。ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 トリガー、トリガー最後に押すの。そこそこ、これか。ウルトラマン Z アルファレッジ。早く逃げて！こっちに来るな！ゼロたち3人のウルトラマンのメダルで得た姿がこのアルファエッジ。うわー、なんかまた出たー。すげえ。息を合わせて戦うぞ地球人。おーす。宇宙憲法秘伝の神業か！ ウルトラ Z！